リンゴを代表する品種、富士。この動画ではその最初の一本である原木の1年間の様子を紹介いたします。まずは富士の生い立ちについて紹介します。富士は当時青森県藤崎町にあった農林水産省園芸試験場東北市場で育種が開始されました。当時の主力品種であった国宝の品質が問題になっている中、研究者たちは国宝に代わる品種を作り出すことに力を注いでいました。富士の育種は昭和14年に国宝にデリシャスの花粉をかけるところから始まりました。品種になるまで研究を引き継ぎながら多くの研究者が携わってきました。交配の翌年、968個体を畑に植え、栽培、果実調査、全国での試作試験を通じて、そのうちの1個体が昭和37年に富士と命名されました。富士山のように日本一の品種になってほしいという願いと、育成地の青森県藤崎町の富士から名付けられました。交配してから品種になるまで23年の月日が経っていました。今でも当時の作業日誌や調査票が残っています。育成中は富士という名前ではなく、ロ628と呼ばれていました。調査票には果汁多、甘み多、酸味少ない、芳香あり、高糖度、貯蔵性優良、花形、色調やや良好、有望との記載があり、選抜当時から注目されていました。品種登録から60年以上経った現在でも、富士は国内で一番栽培されているリンゴ品種です。日本をはじめ世界で植えられている富士の起源となる原木は80歳を超えた今でも健在です。それでは今からリンゴ富士の原木の1年間の様子を見てみましょう。
富士、原木の一年を楽しんでいただけたでしょうか。原木も高齢なので大きな枝の伸びは見られませんが、花や葉はたくさんつき、果実も収穫できます。これまで大きな病気にかかったり、研究所が青森県藤崎町から岩手県盛岡市へ移転したりと、何度か消失する危機に遭いましたが、今もしっかり大地に根付き生きています。これからリンゴ富士を食べるとき、その起源である原木が今も健在であることを思い出していただけると嬉しいです。